他人の目線ってなかなかないからな。よし、はい、どうもこんにちは、オタク美容師です。ピースピース。今日はですね、5月1日です。そう、5月1日なんですよ。ということで、ずっと未開封だったこちら、ひっくり返っちゃうんですね。ここよりこっち行くと個人情報出ちゃうんで、ストーンズのファンクラブ会員カードが届きました。ついに、ていうかもう1ヶ月前ぐらいに届いてたんですけどね、ちょっと貯めときました。これ普通に考えてでも逆ですよね。これこういう風になってたら、これ逆さまみたいじゃないです。まあ別にどっちでもいいんですけどね。でもまだ未開封です。開けちゃいます。わーっていう効果音入れたいんですけどね、未だに見つけられてません。じゃあちょっと開けます。見たことあります？ストーンズのファンクラブのカード開けてます。開けちゃいました。何が入ってるんですかね。なんか一説にはホストクラブのカードだみたいな聞いたことあるんですけど、わすごい、カードケースみたい、めっちゃ可愛い。今日もめっちゃ可愛くないです？なんかぼやけてる。よし、なんかこれ開けるのもったいなくないです？開けたくないから開けません。そのままにしておきましょう。これね、ジャニーズファミリークラブ会員規約、チケット販売規約、大体入ってますよね。ジャニーズファミリークラブ以下フォンファンクラブと言いますは、ジャニーズ事務所に所属するアーティスト個人またはグループ以下アーティストと言いますを応援する会員によって構成され、各アーティストを応援することを目的とします。以下同文、省略ですね。以下同文じゃなくて以下省略です、というやつと、あと何が入ってるかというと、その僕のめっちゃ個人情報が入ってるとこと、この見えます、このここは個人情報ですね。こっちは個人情報じゃないんですけど、さあついに開けたいと思います。めっちゃかっこいい。見ます？見たいですよね。めっちゃかっこよくないですこれ。もう真っ黒、全然、あ、ほらマジで。俺ホストクラブの会員カード持ってないけど、確かにホストクラブっぽい。やばくないですこれ、めっちゃかっこいい。ひっくり返っちゃってんのがすごい嫌ですよね。まあでもなんとか工夫してまっすぐにしたいと思います。よし、じゃあ取り出してみましょう。うん、こうですね。うん、見えますか、すごいこの重厚感っていうんですか。ちょっと今度ホストクラブ行ったらこれ出してみますね。会員なんですけどって言って安く入れてくださいね、ホストクラブ。これ持っていくんで次。やばい、めっちゃかっこいい。これでもこれに入れるってことですよね。これにこれを入れるってことですよね。でもなんかこれ開けたくないな。みんな開けました？これこっちのやつ開けてないですよね。開けてます？ちょっとまだこのまま僕は大事に保管したいと思います。なんかすごい開けるの楽しみにしてて、でも開けちゃったらなんかどこに保管しようっていう、すごいめっちゃ迷う。なんかもう一個ぐらいこのなんて言うんでしたっけ、この FC のカードの公式カードケースみたいの出してほしいですよね。これまたここに収納します。とりあえずなんかカタカタ聞こえます？なんかやってる人がいますねきっと。よいしょ、よしよし。いやなんかでも開けちゃったら開けちゃったですごい、開けなきゃよかったなって。でも開けるもんですもんね。なんかちょっと溜めちゃったせいで逆にすごい開けるのをためらってました。でも今日ね、ちょうど5月1日だったんで開けます。
ということでね、ストーンズのファンクラブの FC の会員カードを開けてみました。やっぱりめっちゃかっこよかったです。早くね、本来だったら僕あさってぐらいに横浜アリーナ行ってセクゾのコンサート行くはずだったんですよね。4連風魔、男の人2人、女の人2人で4連風魔で許せない T シャツ着て、あ、俺そうだ、これ許せない T シャツ着てやろうと思ってたのに許せない T シャツ着るの忘れちゃった。でもな、もう開けちゃったからな、取り直せない、取り直せないです、ショック。まあでもそうなんですよ、本当は行くはずだったんですけど、でも今日からなんか何でしたっけ、マーチマーケットみたいなやつで、あのコンサートのグッズ売り出してくれてますよね。早速買いましたけど、みんなもね、いっぱい買いましょう。ということで今日の動画はこれでおしまいです。相変わらず歯切りが悪いですけど、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。